お釜が冷たい。お前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。生かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2？あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊桜花七部海の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。麦わら、カッコ！海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。弟が好き、エース。弟をね、探してんだ
で音を上げたりはしませんか。この縄張りは誰にも渡さんがね。俺が目指すのは世界一の剣、それまで負けるわけにはいかねえんだよ。言っておくが、俺を剣士だと思う。俺は殺し屋だ。社長命令、始末。何よ、あっち人やろうっての。反乱が止まるように何とかしないと。いいところに現れるじゃねえか。私が守る。フルトンはどこにある？神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？知らないわ。そんなものこの国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が戦っている広場だが、帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんな。さて、さっきとは質問を変えよう。オーネグリフはどこにある？オーネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから、早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか。いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。よし、これはワニをぶっ飛ばしてくる。あとよろしく。さっさと行ってこい。ウッソ、頼む。終わりにするぞ、全部。ウッソ、頼む。殴ってでも蹴ってでもいいから、一人でも多くの犠牲者を減らしない。
そいつがポーネグリフか、ニコロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力。プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンって言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ボーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出る、私に考えが。てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。頼むぞ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。頼むぞ。リビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てしまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。俺を誰だと思ってる。力びろ。頼むぞ。デザートラスパーだ。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。お前なんかじゃ俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。よっ、三刀流三脚本堂ガノン。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えてえか。ゴムゴムのデザート、ストーンラスパーだ。なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。あちしが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため。
ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あっちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなビビ、ほら来た、ベビー。船を戻そう、急げ。ベビーちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だから行けません。そっか、私は印なら罰がいいな。あビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも長っ。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。